何してんの？これは生ゆずサワーと、うん、生ゆずハイボール、うん、お酒？はい、お酒です、うん、はい、はい、それとデザートとお料理に使えるように、うん、いろいろまとめて仕込みをしています。この時期大変だね。そうですね、いっぱいもらったので、うん、はいはい、こういうのがずらーっとみんなでね、ゆずの仕込みをしてますね。みんなでやらないと終わらないから。あ、サボれ、一人サボったな。ちょっとサボってないで、早くいいからカメラ向けたら、なんでカメラの前行くんだ。なんでドアアップで、ちょっと人気出来たかって。はい、オーゲンのギャルたちがね、ゆずの仕込みをしてます。オーゲンギャルズ、いや反応しなくていいから。細かい作業に入りました。こんなね、ゆずジャムのように白いの降ってます。はい、これ分けたね、これね、こういう感じになりました。はい、これね、こんな感じでね、これはゆずジャムですね。ゆず胡椒を作ります。これね、一味とか赤い唐辛子のところね、これ混ぜます。はい、お塩です。お塩もね、入れます。はい、これで混ぜてきます。はい、次は黄色と緑のゆず胡椒をやってみます。2種類の柚子胡椒ができました。これをさらにね、すり鉢で細かくしていきます。でこっちが緑と黄色ですね。これがイチョウっぽいね、これがもみじっぽいね。どっちも味は変わらないんだけど、見た目がいいですね。はい、今日はね、どちらから来てくれたんですか？神奈から来ました。神奈から、はい、ありがとうございます。春まで来ました。春から来たね。でも来た甲斐がありました。ありがとうございます。ありがとう。じゃあさっき練習したナイスクックをいきますよ。じゃあいきます。せーの、ナイスクック。ありがとうございます。はい、じゃあどちらから来てくれましたか？福島から来ました。福島だって、ありがとうございます。じゃあいきますよ。せーの、ナイスクック。今日のナイスクックをしてくれる方が隣にいます。この方です。はい、じゃあ自撮りですけど、いきますよ、はい、せーの、ナイスクック。Thank you。 可愛らしいお姫様が後ろにいます。熊持って一緒にね、ナイスクックをやってくれるそうです。じゃあいきますよ、せーの、ナイスクック。はい、ありがとう。半世紀以上愛された焼きうどんに柔らかく煮たもつとニンニクを足してみたら非常にうまかった。それがスタミナニンニクもつ焼きうどん。